はい、こんにちは、スポーツが大好きな浅場整骨院の浅場と申します。本日はですね、こちらの、ナイキから出しているアルファフライネクストパーセントに関わる記事について、ちょっと気になる記事がありましたので、そちらを読み上げて いこうと思います。で、読み上げていってですね、まあ、私なりのこう意見といいますか、分析についてもね、お話しさせていただければと思います。で、まあ、よくね、この厚底シューズっていうのが、ですね、箱根駅伝とかマラソンで本当によく見られるようになってるかなと思います。登場から約5年ぐらいしているみたいなんですけれども、でただですね、このシューズを履いたことでちょっとね、いろんな変化が起きているみたいです。で、高速化してる、速く走れるタイムがね、こう縮んでるとかっていうのはあるんですけれども、もう一つちょっと別の面がね、問題が出てきているようです。それについて、読み上げていきます。今回の箱根駅伝を制した青学大の原監督は、今までは下体部の怪我が多かったが、最近は厚底の影響で臀部周りの故障が増えていると話しているそうです。今回の出場校の中でも大腿骨や股関節周辺の怪我に苦しむ選手が多く見られたというような、ね、記事になっています。で、ある教授が、シューズによる接地時間の差を調べたところ、薄底より、厚底、こちらの方が約 3% 接地時間が短かったそうです。で、そうするとですね、一撃の、1回のこう接地の時の衝撃はかなり強くなるということになるので、スピードが上がれば接地時間はもっと短くなる。つまり、まあ、一撃の、ね、こう接地の時の衝撃がかなり強いことで、股関節周りの、臀部周りの痛みというか怪我が多くなってきたんじゃないかというような、ね、見解のようです。で、厚底はレース後半になっても足が止まらず走れる傾向があるが、筋肉が疲労して支えが弱くなると骨がぐらつき、大腿骨と骨盤が衝突を起こす。骨盤のズレも誘発し、仙骨などの骨折も生じているのではというふうに分析されているそうです。で、私はですね、この記事を見た時に、この高速化しているっていうことと、あとは、この怪我の位置が中心になった、股関節、臀部周り、骨盤周り、になったっていうのは、これ全く同じ、原因が関係しているんじゃないかなと勝手に分析しております。で、その関係というのが、その原因というのが、横ブレや、ねじれが極端に減ったんじゃないかなと思っております。っていうのは、まず1個目の高速化に関してなんですけれども、この、アルファフライネクストパーセント近くにある方はちょっと触っていただきたいんですが、つま先側とあとかかと側をこういうふうに握ってもらって、でこれをこうやってぐーっとこうやってねじるんですね。 こんな感じでこう互い違いにねじってみてください。でそうするとこれ全然ね、こうねじれないんですよ。硬いなんで、サポート力がかなりあると思うんですね。で柔らかい靴、まあソールとかね、が柔らかい靴なんかはやっぱりこれをね、こうやってグーってやってると結構ね、ぐにゃーっとねじれちゃうんですけれども、このアルファフライネクストパーセントは全然ねじれない。もうかなりサポート力があるんじゃないかなと思います。で薄底のね、靴だとそこの部分がこう薄いタイプだと割とこうねじれやすいものもあるんじゃないかなとは思うんですけれども、この、底が厚くなったことでよりこのねじれをね、防いでいるんじゃないかなと思うんですよね。でねじれが防げると、まあ、何がいいかと言いますと、足をこうついた時にですね、この横ブレを極端にこう減らすことができます。で横ブレを減らすとですね、例えば自分がこう発せられるエネルギーが100だとしますよね。前に行こうとする力が100だとしますけれども、実際に走ってみると、右に左に、あとはねじれ後ろ方向にとか、まあ、若干斜め前にとか、いろんな方向に
若干ですけども力が分散してしまうんですね。自分としては前に100で走りたいんだけれども、10ずつねこういろんなところにこう、力が分散してしまって、で正面に行く力が、だいたい70とか80ぐらいしかこう残らないというような、ね、感じ でそういった状態で走っているっていうのは極端に言うとですよ、そんなような、ね、感じになってしまうんですけれども、それをね極力この設置した時のこの横ブレが減れば、横の力が制限されるわけなんで、横に行く力がこう制限されれば前に行く力に変わりますので、なんでねそれでちょっと高速化が進んでるんじゃないかなと、前に行く力が強くなっているんじゃないかなっていうところを思ったりするわけなんですけれども、なんで、それがね、やっぱり極端に横ブレを防いでくれるシステムがあるんじゃないかと思います。そしてあの横ブレを防ぐもう一つのポイントとして、このかかと部分、ヒール部分ですね、ここら辺もちょっと握ってみてもらうと結構硬いんですね。これなのでかかともやっぱりそうでして、かかと部分もこうやってグッとこう設置した時のこの横ブレ、グリっていうこの横ブレがですね、極力減った方がいいんですね。でそれはやっぱこのヒールカウンターの硬いくするっていうのと、あとは中にあるヒールパッドですね、これがないとかかと抜けを起こしちゃうんで、かかとが不安定になっちゃう、外がいくら硬くても中のこのヒールパッドがないとぐらついてしまうので、ただこのアルファフライネクストパーセントっていうのはやっぱり硬いですし、ヒールパッドもしっかりしているのでかかと抜けもしないと、なんでかかとがねかなり安定しているため、設置した瞬間にですね、このオーバープロネーションとかオーバーサピネーションっていうんですけれども、この横ブレをね極端にこう減らすことができるんですね。なのでこの靴の中にはねもっと他にもあるとは思うんですが、このソールのやっぱりねじれのこう少なさ、そしてこのヒールカウンターのね硬さによってのこの横ブレの少なさっていうのを、結構ね、高機能が揃っているっていうのね印象があります。ランニングシューズでも割とねこうヒールカウンターが柔らかかったりとか、このねねじれがやっぱ強くね出てしまう靴っていうのが若干あったりするんですけれども、この靴はね全然ねじれないんじゃないかなと、まあ使い込んでいくと多少はやっぱりあるとは、ねじれたりはね横ブレがあったりとかするとは思うんですけれども、やっぱりその怪我のね位置が変わったっていうのもね、やっぱりそれを証明しているんじゃないかなと思うんですね。で、怪我の位置が最初はまあ硬い部だった、薄底のね、厚いやつじゃなくて薄底のやつを履いていると硬い部だったっていうのもですね、割とこう、ねじれたりとかヒールカウンターがちょっと柔らかかったりするタイプのものを履くと、足をついた時にやっぱり横ブレを起こすんですね。で新スプリントだったり、疲労骨折、そのあたりの疲労骨折だったり、あと膝のランナーズニーもそうですし、あと足底筋膜炎だったりですとか、あとアキレス腱炎っていうのも、大体がやっぱり設置した時のオーバープロネーション、オーバーサピネーションのこの横ブレが原因で、でそのちょっとした横ブレが蓄積していくことで、その部分に痛みとしてこう出てくるんですね。でそういった怪我がもうほとんどなので、それをこう極力これを制限してくれる。で制限しているので、今まで出てたこの膝から硬い部、足のところに出てた痛みっていうのが、極力減る、ストレスが減るので、上の方にどんどんこうストレスがかかってくるんじゃないかなと、私は勝手に分析しております。で、今までね硬い部で出てた痛みっていうのが、大腿部上の方になってきたので、出たとすると割と大きい怪我というようなね感じで出てしまうのかなとは思うんですけれども、なんで、怪我をする前までは割といい刺激なんじゃないかなと思うんですね。で普通こう走る時っていうのは、臀部の筋肉っていうのが横ブレをクッと減らしてくれるっていう、ね、作用もありますので、なので前に行く力に変えてくれる、ね、筋肉でもありますから、爆発力を生んでくれますし、なのでいい刺激が入ってるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり、かなりねストレートに衝撃が来るので、ずっと繰り返してると、傷んでくるっていうようなことが考えられるんじゃないかなと思うんですね。なので、強化、体幹だったり臀部周り、だったりの、あと腹横筋とかインナーマッスル系の筋肉の
強化はもちろんね必須だと思うんですけれども、その拘束が進んだということとその怪我の位置が変わったということは、この横ブレとかねじれっていうのが極力減ったからなんではないかなというね、私の今回の分析でございました。なんか皆さんもね、こういったのが原因なんじゃないかとか、もしありましたらコメント欄に、意見をお寄せください。はい、ということでですね、そんな形で、今回は以上となります。それでは以上、浅場整骨院、何でしょう、ランニング部でございました。ありがとうございました。